大変お忙しい中そして一日のお仕事お疲れのところお集まりいただきまして誠にありがとうございます定刻となりましたのでこれより資源循環型施設建設に関する説明会を始めさせていただきます申し遅れましたが本日の進行を務めさせていただきます上田市環境部長の田中義昭と申しますどうぞよろしくお願いいたします さて、資源循環型施設整備事業におきましては、令和2年11月に環境影響評価を開始し、令和4年9月に2番目の手続きである方法書の手続きが完了いたしました。現在は候補地周辺の現況を調査する現地調査を進めております。本日の説明会では、 令和4年度末にまとまりました資源循環型施設の施設基本計画の概要及び資源循環型施設建設にかかる周辺整備事業についてご説明させていただきたいと考えております、えー、せっかくの機会でございますので皆様の率直なご意見ご要望をお伺いしたいと考えております上田地域,広域連合 土屋広域連合長よりご挨拶申し上げます連合長お願いします本日は皆様方におかれましては猛暑の中また一日のお仕事のお疲れの中ですね資源循環型施設建設の説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございますまた日頃から宇田地域広域連合行政あるいは 上田市政に対しまして皆様方ご理解ご協力をいただいておりまして感謝申し上げます本日は上田地域全域の皆様を対象としておりますこれまで7月に入りまして関係する自治会4カ所自治会等ですね4カ所で説明会を行ってまいりましたそして今日は全体の説明会ということになりました 資源循環型施設建設につきましては、これまで安全安心な施設と地域のまつぐりを2本の柱といたしまして、地域の皆様と話し合いを積み重ねてまいりました。こうした中、地元地域の皆様のご理解をいただき、広域連合では、資源循環型施設周辺の環境への影響について、科学的検証を行うため、 環境影響評価の手続きを進めてまいりました現在現地調査を実施しており5月には住民の皆様に調査の様子をご覧いただく現地見学会も開催したところでありますまたこの度広域連合では安全安心な施設を目指して地元地域の皆様と積み重ねてまいりました話し合い元に基本的な内容や考え方を整理した 資源循環型施設,施設基本計画を策定いたたししましたこうした取り組みに基づきまして令和6年度当初には環境営業評価の次の段階である準備書の手続きにおいて資源循環型施設の安全安心の科学的な検証結果について基本的な取りまとめを行い地元の地域の皆様 そしてまた、県域の住民の皆様にお示しをしてまいりたいと考えております。さらに並行して、話し合いを進めております地域のまちづくりに向けた取り組みにつきましても、昨年開催した住民説明会においてお示した周辺整備の,のたたき台をもとに、上田市として、余熱利用施設等の周辺整備事業に関する 方針案を策定いたたししましたこれから地元地域の皆様とワークショップを行うほか若い世代へのアンケート調査など幅広くご意見をお聞きしまして基本計画といたしまして取りまとめていきたいと考えておりますまた地域住民の皆様の,その生活の課題解決に向けたご要望につきましても今後できる限り早い時期に 自治会団体の皆様からご要望をいただき、協議を開始したいと考えております。本日は長野県環境影響評価条例で義務付けられた説明会ではございませんが、上田地域の住民の皆様に施設基本計画、および施設周辺整備事業の概要をご理解いただきたく、それを目的といたしまして開催をいたします。 ご参加いただいた皆様からはご意見ご要望をお聞きし今後の取り組みに生かしてまいりたいと考えております資源循環型施設建設に向けましては建設広報地周辺の皆様だけでなく地域、県域、住民の皆様すべての皆様に関心を持っていただきたいと思っておりますつまり自分自身の問題としてお考えいただきたいと思っています 例えば、指定袋をです、ねえー、それぞれのステーションに出していただいていると思いますけれども、当然それでいいわけですが、そのゴミの袋はです、ね、収集する方がいりますし、また収集者があります、そして現在のクリーンセンターで3カ所で焼却をしているという流れであります。まままたたそのの却灰をまた最終処分場等にに、ね、進めてておりますがこのことについても まあよりそう理解をしていただきたいなという思いもあります。今日はそこまでのお話はいたしませんけども、ゴミの収集に。 しに、焼却につきましては、そういう仕組みがあるんだということを、ですねよりそうこ,こ,この機会に理解をしていただきたいと思ってます、また今日の説明会のことにつきましても、ご家族の皆様とか、あるいは周辺の皆様、あるいは関係する皆様に、ですねこういうような説明会あったんだ,のあったんだよというようなことも、ですね伝えていただくことも大事かなということでありますので、えー、皆さんと一緒にですねこの資源循環型施設建設について考えていきたいと思っております。 いずれにいたしましてもお忙しいところお集まりたいただいたことを心から感謝申し上げましてこれから説明会を開催いたしますのでよろしくお願いいたします本日誠にありがとうございますどうぞよろしくお願いいたしますはい、それでは次第の4説明に入ります施設基本計画についてごみ処理広域化推進室篠原、えー、篠原室長補佐より説明いたします はい、改めましてごみ処理広域化推進室の篠原です。よろしくお願いいたします。それではあのご説明させていただきます。本日はあのスクリーン映してのご説明となりますけれども、同じもの同じ資料をですね。資料1、資料2として配布をさせていただいております。ご参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日のご説明内容としては大きく二項目あります。 1>, 1つ目は資源循環型施設の施設概要についてといたしまして資源循環型施設をどのような施設とするか基本的な考え方を整理しましたのでその内容についてご説明いたしますこの内容につきましてはお手元の資料の資料1でのご説明となります2つ目は資源循環型施設にかかる周辺整備事業について といたしまして昨年5月に行いました説明会において資源循環型施設の周辺に余熱利用施設と緑地広場の整備をご提案させていただいておりますけれどもその内容についてご説明させていただきますこの内容につきましてはお手元の資料資料,2の資料2でのご説明となります 本日はこの2項目ありまして詳細な説明させていただく部分もありまして説明時間としては少々長めの時間をいただくこととなりますすいませんがよろしくお願いいたしますそれではまず1つ目の項目資源循環型施設の施設概要についてご説明いたしますスクリーンもしくは白1ご覧ください 配布した資料、資料1ではで、ね、2in1 の印刷になっておりまして、それぞれのページの左上に番号を振っております、それがページ番号となっております。1ページ目、ご覧ください、資源循環型施設の施設概要についての目次となっておりますますずは1-1目的経緯基本条件の整理からご説明いたします。 2ページ目,整,理の目的整備の目的となりますが現在上田地域にあるごみの焼却施設は上田クリーンセンター丸子クリーンセンター東武クリーンセンターと3施設稼働しておりますけれどもすべての施設が稼働から30年以上経過しており老朽化が進んでおりますまた全国的に大浴新類対策ごみ処理の効率化などの観点から施設の大型化広域化が進められております このため上田地域広域連合では3つのクリーンセンターの更新に合わせて1つに統合する統合クリーンセンター資源循環型施設の建設を進めております。 3ページ目これまでの取り組み状況ですけれども平成24年に正常栄養地を資源循環型施設の建設候補地とする提案以降地元の資源循環型施設建設対策連絡会の皆様とは真剣にご協議をさせていただいております。 その間平成30年には学識経験者4名にご参加いただき資源循環型施設検討委員会を立ち上げまして安全安心に関する協議を重ねましたその結果を説明会で説明した後、対策連絡会の皆様から環境影響評価着手のご承諾をいただきまして令和2年に環境影響評価に着手させていただいております 令和3年には環境影響評価の配慮書の手続き令和4年には環境影響評価方法書の手続きを進めまして現在環境影響調査の現地調査を行っているという状況でございますまた一方で施設の基本的な条件を定める施設基本計画がまとめられたというような状況となっております 4ページ目その現在の状況についてとなります施設基本計画とは資源循環型施設の施設整備の考え方を整理取りまとめたものでありまして本日のご説明内容となっておりますなお報告書等広域連合のホームページでも6月から公開をしております 一方、同時並行で進めております環境影響評価につきましては現在、現地調査を行っておりますけれども現地調査で得られました結果をもとに施設稼働後の環境状況を予測・評価する準備書の手続きに9月ごろから移行する予定となっております準備書の内容についても来年度に説明会で皆様にご説明をする予定としておりますのでよろしくお願いいたします。 5ページ目建設候補地となります。広域連合が管理運営しております廃棄処理施設正常営用地が建設候補地となっております。6ページ目施設の基本資,資源循環型施設の基本概要となります。この内容は令和4年5月昨年の説明会でもご説明いたしました。 焼却,焼却対象物は現在と同じ可燃ごみ及び災害廃棄物焼却処理能力は144トン路構成につきましては二路構成処理方式につきましては上田クリーンセンターと同じストーカー式焼却炉煙突高さは現状と同じ5 9ルとしております7ページ目搬出入ルートについてはごみを搬出入する爆火車などにつきましては 建設候補地の南側にありりまますすす堤防道路を利用することとしておりますなお、この堤防道路ですけれども、安全の通行および堤防強化にもなりますので、克服していきたいと考えておりまして、現在、国土交通省と協議中であります。本日詳、詳細な説明はできませんが、ご説明できる段階になりましたら、ご説明いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ここからが施設基本計画の説明となりますまずは、環境保全対策についてご説明をさせていただきます9ページ目に環境保全対策といたしまして排ガス、排水、悪手についてご説明いたしますまずは排ガスについてですけれども法規制値より厳しい実施基準値を設定しております。 昨年5月の説明会でもご提示させていただいておりますけれども現在の技術で達成可能な数値また近年建設された近隣施設の状況を踏まえまして標準の赤く四角で囲んだ数値のとおり設定をしており右側に記載をしております放棄設置よりかなり厳しく設定をしております。 また床洗浄などのプラント排水につきましては処理後、排ガスの冷却水に利用することとしておりまして周辺の河川や用水路などの公共,水域公共水域へ排水しないこととしております。なおトイレなどの生活排水につきましては下水道に接続することとしております。 また、悪臭対策についてですけれども施設内を負圧に保つなど周期が外部に漏れることを防ぐとともにゴミピット内の空気につきましては燃焼用空気として炉内に送り高温で熱分解するという対策を行ってまいります。10ページ目、環境,環境監視体制についてです。 現在、上田終末処理場及び正常園につきましては地元の皆様と公害防止連絡委員会議を組織しまして地元の皆様と一緒に環境への影響を監視しておりますけれども資源循環型施設におきましても同じように地元の皆様と一緒に監視をしてまいりたいと考えております。 監視内容につきましてはまず施設モニタリングとしまして資源循環型施設から排出されるダイオクシン類などの有害物質の監視となります。測定項目測定頻度等法令で定められている以上のことを実施していきたいと考えておりましてその内容につきましては地元の皆様と協議して決定してまいりたいと考えております。 また周辺環境モニタリングになりますけれどもこれは資源循環型施設周辺の環境状況を監視することになります施設稼働前から測定を監視しまして施設稼働前と稼働後の変化が分かるよう監視をしてまいりますこれらにつきましても測定項目頻度場所等地元の皆様と協議して決定してまいります 11ページ目、次に防災・減災対策についてご説明いたします。防災,減災・防災減災対策といたしまして、水害対策と地震対策ありますけれども、まずは水害対策についてご説明いたします。12ページ目は、水害対策における基本方針となります。 国では現在千年確率の大雨に対する浸水想定深さを公表しておりますこれは千年確率の大雨に対して施設を守りなさいということではなく住民の皆様に命を守る避難行動をとってもらうために公表をしているものになりますこのようなことを考慮しまして資源循環型施設の水害対策に対する基本方針は 100年確率の大雨につきましてはゴミを処理する機能を守る、えー、すなわち被災することなくゴミ処理が可能な状況を保つこと1000、えー、年確率の大雨に対しましては使用設備を守りゴミを処理する機能を速やかに回復する、えー、すなわちたとえ被災しても速やかに復旧しゴミ処理ができない機会を最小限とさせるとともに ゴミや焼却灰の流出など二次災害を生じさせないという基本方針としております13ページ目はこの基本方針を元にしました資源循環型施設における水害対策の概要を示しております 一番上に示しております、土にある地盤のかさ上げをはじめとしまして一番下の運転,運転維持管理の業に記載しております土のの準備や水害対応マニュアルの作成などソフト的な対策を含めましてこの表に記載のある対策すべてを実施することにより水害に強い施設としてまいります。 14ページ目水害対策のまとめの概略図となりますこれは先ほどの13ページで示しました水害対策の主なものを記載しております地,面地盤の1メートルのかさ上げ浸水の恐れのある1階部分については防水,防水扉などの設置プラットフォームを浸水の恐れのない場所に設置重要機器などを和解に設置する また自立起動できるように非常用の自家発電機を設置するというような内容になっておりますこのほかにも先ほどの13ページで示しました水害対策を実施することによりましてたとえ浸水しましてもすぐに復旧できるそのような体制を整えてまいりたいというふうに考えております15ページ目は地震対策についてです 地震対策に対する方針ですけれども極めて稀に発生する地震に対して倒壊しないことまた耐震安全性の目標としまして人命,の人命の安全確保に加えて機能確保を図るとしております。ここで機能確保 につきましてはゴミを焼却する機能ということになりますまた極めて稀に発生する地震とは阪神淡路大震災や東日本大震災の同程度の震度の地震となります設計につきましては環庁施設の総合耐震対津波計画基準を参考に実施してまいります柱基礎梁などの建築構造体や 扉、間仕切り、天井材などの建築費構造体、電気給水設備などの建築設備のそれぞれにおきまして、耐震安全性の目標が設定されており、たとえ修繕が必要であっても、人命確保に加えて、焼却する機能を停止することないよう設計をしてまいります。16ページ目、防災漁船についてです。 防災拠点としての考え方は資源循環型施設は県域内唯一の可燃ごみ処理施設であることまた外部へ熱エネルギーを供給できる施設であることから市民生活を守り災害復興を支援する施設という考え方としております。防災拠点としての重要な役割として1つ目は災害廃棄物を迅速に処理することとなります。 災害時には安全のため施設を一旦稼働を停止させ施設の安全が確認されれば再稼働さ,れるさせることとなりますこの時電気水道ガス等インフラが停止している可能性もありますのでそのような場合でも施設の立ち上げが可能となるよう発電機や独自インフラの整備 数日間運転が可能となる燃料薬品を備蓄する計画としておりますもう一つの役割といたしまして災害復旧活動および市民生活の支援と考えております水害の時でも資源循環型施設垂直避難が可能な施設でありまして一時的な避難場所としての活用 また災害支援物質の備蓄風呂やシャワーの提供また携帯電話等充電等の検討をしてまいります17ページ目次に予熱利用計画についてご説明させていただきます熱利用の考え方18ページ目ですけれども予熱利用の考え方としましては3点挙げております 1>, 1つ目は安全で安定した施設稼働を優先させること2つ目は発電および予熱利用施設へ熱供給すること3つ目は可能な限り高効率化を図りエネルギー回収率を18%以上の施設とすることとしております。エネルギー回収率18以上とは 国の交付金の要件に関わることでありまして財源が有利となるため18%以上とさせていただいております19ページ目余熱利用シミュレーションについてです今回場外の余熱利用施設といたしましてアクアプラザ上田を想定した場合どの程度発電できるかをシミュレーションしております その結果2300キロワットという数値2300キロワットの発電が可能というような結果となりましたこの2300 23キロワットという数値ですけれども最近の施設としましては長野小池連合ちくま環境エネルギーセンターさんでは2000キロワットの発電機の整備しておりまして アクアプラザ上田総統の熱消費量がありましても近隣の新しい施設と同程度の発電が可能というような施設であることが分かりましたただし今回算出しました発電量につきましては詳細内容が決まっていない段階でのシミュレーションでありまして今後の詳細な設計でさらに発電量については変わってくる可能性がありますのでご承知おきをください 20ページ目、次に環境教育活動拠点についてご説明いたします。21ページ目、資源循環型施設では、ゴミ問題を含めて環境学習や周辺の自然を生かした活動拠点の場として活用していただきたいと考えており、環境教育活動拠点として4つのことを考えております。 まずは施設見学といたしまして小学生が楽しみながら見学できる見学ルートの設置プラザ機能としまして現在の上田クリーンセンターで行っている機能の継続環境学習といたしまして周辺の自然環境を生かした体験型講座などの実施地域協働といたしましてフリースペースや遊歩道の整備を計画しております。 22ページ目次に施設配置計画案についてご説明をさせていただきます23ページに施設配置の計画案を示しております工場棟は敷地の西側向かって左側になりますけれども西側に配置し別棟としている管理棟へは渡り廊下で往来できるようにしております 赤い矢印がゴミ搬入車両の動線となっておりまして南側、画面の下側になりますけれども南側の堤防道路から進入しまして西側の軽量塔を通りランプウェイの坂道を上りまして上階にあるプラットフォームでゴミを投入,投入するという動線となっております。 また、施設見学者など一般車両につきましては北側道路からの出入りとしまして安全面の観点からゴミ搬入車両との動線を分けております敷地、東側向かって右側になりますけれどもフリースペースとなっておりまして住民の皆様にも活用していただきたいと考えておりますけれども詳細な内容については今後検討をしてまいります。 またあの今回このような施設配置計画案提示をさせていただいておりますけれども現段階での想定の案となります今後詳細な検討設計によりさらにより良い配置,配置動線計画案となるよう検討をしてまいります24ページ次に事業費および事業方式についてご説明をいたします 25ページになりますけれども建設費および維持管理費の概算値を示しております今回メーカーヒアリングによりまして建設費および維持管理費の概算値算出をしておりますけれども建設費といたしましては229億円維持管理費としましては年間7億8000万円となっております この外産地につきましては、設備の高度化、働き方改革や人材不足などによる後期の長期化、物価上昇などの経済情勢が大きく変動している現在の状況から、最終の事業費の確定までにはさらなる変動が生じると考えております。公共連合といたしましては、今後可能な限り経済性にも配慮して計画をしてまいりたいというふうに考えております。 26ページ目事業方式についてです資源循環型施設は公設民営方式 DBO 方式と言っておりますけれどもこの DBO 方式を基本に検討を進めてまいります DBO 方式とは公共で資金調達を,資金調達を行い施設の設計 設計及び建設そして20年近くなる維持管理などの運営までを一括して民間事業者に委託する事業方式となります近年のゴミの焼却施設の事業方式の主流となっている方式になります利点といたしましては建設から運営までを考慮した効率的,効率的な設計ができるため事業費が縮減されること さらには民間事業者がある程度自由な設計ができるので民間技術力を有効活用できるということが挙げられます一方留意点としましては民間事業者の自由度が上がりますので公共がどのようにチェックしていくかしっかりしたチェック体制の構築が必要となってまいります 現在の上田クリーンセンター等で行っております行政で設計し運営していく公設公営方式という方式もありますけれども民間活力やノウハウを活用したより効率的経済,経済的な事業運営という点で DBO 方式が優位でありまして資源循環型施設におきましても DBO 方式を基本に検討を進めてまいりたいと考えております。 最後27ページスケジュール案となります第4次ごみ処理広域化計画で示したスケジュール案を示しております環境影響評価着手から約8年が終了した時点で稼働可能となっておりますしかし今回メーカーヒアリング等を実施した中でですねメーカーからかなりタイトなスケジュールであるというような指摘を受けております その要因といたしましては働き方改革の導入ですとか技術者不足また半導体不足などによるサプライチェーンの不透明化などが挙げられまして工事期間が延長,延長傾向にあるということになります。 広域連合としていたしましては既存施設が老朽化していることもありまして一日でも早く建設していきたいと考えておりますけれども安全安心な施設の建設に向けスケジュールありきではなく地元の皆様と協議丁,丁寧な説明を積み重ね一つ一つ着実に進めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。それでは一つ目のの資源循環型施設の 施設基本計画についてはご説明終了となりますありがとうございます次に周辺整備事業について資源循環型施設建設関連事業課山崎係長よりご説明いたします。 説明が続きまして恐縮ですが私から資源循環型施設建設に係る周辺整備事業につきまして資料に沿ってご説明いたします改めまして私上田市環境部資源循環型施設建設関連事業課の山崎と申しますよろしくお願いいたしますご説明につきましては先ほどの施設基本計画と同様にスクリーンに資料を写して行いますが お手元に配布させていただいております 2-in-1 の資料と内容は同じものになりますので、えー、見やすい方でご覧いただければと思います、えー、また本日は説明会といたしまして若干お時間をいただきましてご説明させていただきますのでよろしくお願いいたしますそれでは、えー、右上に資料2と記載してございます資料資源循環型施設建設にかかる周辺整備事業についてをご覧ください 2ページ目は目次でございます。本日、大きく3つの項目に整理してご説明してまいります。3ページ目から項目1、はじめ2ということで、4ページ目、周辺整備の位置づけでございます。上田地域広域連合において計画しております資源循環型施設の整備にあたりましては、 地元地域の皆様と資源循環型施設整備協議会におきまして安全安心な施設の実現及び地域のまちづくりを日本の柱として協議を進めさせていただいておりますそのうち安全安心な施設の実現に向けましては環境影響評価の手続きによりまして周辺環境への影響を調べた上で 科学的データを提示させていただくとともに施設基本計画でお示ししておりますように環境保全対策や防災減災対策を講じてまいりますもう一方の施設周辺の地域のまちづくりの取り組みにつきましては資源循環型施設周辺の整備と 施設を受け入れていただく周辺地域住民の皆様の生活の課題解決を図るという2本立てで考えておりまして本日ご説明いたしますのが資料の中断した青枠で囲っております資源循環型施設周辺の整備でございます。 地域の住民生活の課題解決につきましては今後地元自治会等の皆様からご要望等をいただきまして協議を進めてまいりたいと考えております続きまして5ページ目廃棄物処理施設整備に関する考え方の変化についてご説明いたしますこれまでゴミの焼却施設などの廃棄物処理施設の整備にあたりましては 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを前提といたしまして廃棄物を適正に処理するという機能を重視して考えられてまいりました近年の考え方といたしましてゴミを処理するだけの施設としてではなく矢印の右側にありますようにこれまで活用されていなかった予熱利用ですとか 発電などエネルギー供給拠点となったり地震発生時の一時的な利用など防災の拠点とするあるいはプラザ機能として環境学習の拠点となるといった多面的な価値を持たせることができる場所としてまちづくりと合わせて整備していくことが全国的にも進められているような情勢となっているところでございます。 続きまして6ページ目からです2番目の項目周辺整備の目的等でございます7ページ目周辺整備の目的でございます協議の2本の柱の一つでございます地域のまちづくりのうち周辺整備につきましては住みやすいまちづくりを目指す資源循環型施設建設を契機とした地域価値の向上を目指すとともに 施設の老朽化対策やインフラの整備などといった行政の抱える課題の解決の両立を図るための取り組みを施設建設本体と連携して進めてまいりたいと考えております。8ページ目「周辺整備の方向性」でございます。地域価値の向上と行政課題の解決という目的を踏まえまして周辺整備の方向性といたしまして 施設周辺に広く住民が集まり交流を行うための空間として公園緑地の整備と老朽化が進み維持管理費が増加しておりますアクアプラザ上田を機能移転し余熱利用施設として整備することといたしました。 このことは昨年の環境影響評価方法書の住民説明会でも整備方針のたたき台といたしましてご提案させていただきその後さらなる検討を進め今回周辺整備事業に関する基本的な方針としてお示しするものでございます続きまして9ページ目から3番目の項目周辺整備の整備方針案です ままず10ページ目周辺整備の計画地でございます今後知見者の皆様のご協力をいただくことが必要となりますが資源循環型施設の建設候補地でございます成城園の道を挟んだ北側の農地で図中の青い線で囲っている約3万6,500平方メートル えー、こちらを余熱利用施設等の整備計画地として進めてまいりたいと考えておりますこの計画用地に関しましては平成24年に正常園用地を資源循環型施設の建設候補地とした際に合わせてご提案いたしました地域振興施設等の事業用地と同じ範囲となってございます続きまして11ページ目施設 敷地内のゾーニングでございますここでは、えー、イメージをしやすいようにそれぞれ配置するゾーンを示してございます一体的な整備による相乗効果等も期待しておりますので面積や範囲を含めましてあくまでもイメージとなりますが資源循環型施設の道路を挟んだ北側で、えー、この整備計画地範囲 の左側に余熱利用施設を配置しまして右側に公園緑地を整備するような配置を考えており本体の資源循環型施設とも回遊できるような整備をしてまいりたいと考えております次に12ページ目計画地の選定といたしまして この整備計画地の選定に当たりましては次の3点に配慮してございますまず1点目としまして熱源供給元の施設となる資源循環型施設の近くに余熱利用施設を配置することで余熱の効率的な利用を目指します2点目といたしまして資源循環型施設用地と近接しており一体的な整備をすることで 干渉体としての役割や環境学習の拠点ともなり相乗効果や役割の補完を図ります。3点目で利用しやすい立地といたしまして市の中心部にも近く 住民の皆様が気軽に訪れやすい場所であることからさまざまな世代の方が集まり資源循環型施設を契機としたまちづくりの拠点となる空間を創出することが可能と考えております次のページ13ページ目です周辺整備の課題や考え方となります。 先ほどご説明いたしました地域のまちづくりを進めるための周辺整備の目的ごとに次のとおり課題及び考え方を整理しております。まず周辺整備を行うことでこの地域に対して新たな地域の魅力を創出するまた、えー、周辺地域の住環境の改善といった地域課題の解決ですとか住みたくなる地域づくりを進めることで地域価値の向上を図ってまいります。 また周辺整備によって市の行政課題としてあります安心して子育てできる環境整備につなげて子育て支援の充実あるいは健康づくりを進めるまた公共施設の老朽化対策として増大傾向にある維持管理費の縮減を図るそして環境負荷を低減し資源を有効活用するといった環境への配慮 余熱の有効活用を図ることで、行政のかかれる課題の解決も図ってまいりたいということで、以上のような目的に資する整備を進めてまいりたいと考えております。次に14ページ目、整備方針でございます。これまで地元地域の皆様との話し合いの中で、子どもたちや子どもを、 育てる人たちが地元に帰ってきたくなるまた住みたくなるような地域の拠点を整備してほしいとのご意見をいただきました市といたしましても子どもたちや子育てを支援することは重点施策の一つとなっておりますのでこの周辺整備を検討するにあたりまして整備方針のテーマを「ここから未来を育む」と掲げました。またその下に ど1子どもたちを育む季節や天候を問わず年間を通して子どもたちやその家族が気軽に遊べる場所2健康を育むアクアプラザ上田の機能移転も含めましてさまざまな運動やスポーツで体を動かすことのできる場所 3つな、えー、がりを育む子どもからお年寄りまで多くの人が集まり世代間の交流やにぎわいが生まれ楽しめる場所、えー、最後に4、えー、環境を育む資源循環型施設での環境教育と合わせましてその余熱を有効活用した環境への取り組みを身近に感じられるような場所。 以上のような考え方に基づきましてこれからの将来を担う子どもたちを育むための交流拠点として整備してまいりたいと考えております続きまして15から18ページ目は導入設備のイメージでございます冊子資料のみ開き15ページから18ページではそれぞれ左側の1516ページで予熱利用施設 右側17 18ペーージジで公園緑地のの導入設備のイメージをお示ししてございますここのイメージに載せてないものも含めまして整備の内容につきましてはこれから地元地域の皆様と協議をお願いする中で具体的にしてまいりますがここではあくまで導入機能のアイデアですとかイメージの一例といたしまして先ほどの4つの視点ごとに どののよううな設備が考えられるかといいものを示してございます本日それぞれの内容を詳しくご紹介はいたしませんが、えー、続く次の19ページにあります「えー、具体的な検討を進めていきます」といたしましてこれからさまざまなご意見をお聞きした上でまとめてまいりますがここでは一例といたしまして 時代に即した規模を考慮した整備を行っていくことを想定しプール設備のスリム化をお示ししてございます現在のアクアプラザ上田も屋内施設でありますので年間通じた利用が可能ではありますがそれでもどうしても夏場の暑い時期の利用に偏りがちなレジャー施設となってございます。 1>, 1年を通して安定的な利用が望めまた同時に維持管理もしやすい25メートルプールを中心とした施設として整備し併せて検討しております子ども広場や多目的運動場また公園などを充実させることによりまして子育て環境に対しての充実を図ることにもつなげていくことなどが考えられます。 こちらの内容につきましてはあくまでも考え方の一例でございますので今後さらに幅広いご意見をお聞きし参考とさせていただきながら、えー、公共施設の在り方にも考慮しつつニーズを踏まえた利用度の高い施設づくりに努めてまいりたいと考えております最後のページ20ページ目今後についてでございます今後につきましては、 施設の機能と詳細な内容につきましては地元地域の皆様との協議あるいはワークショップを進めるとともにアンケートを実施するなど若い世代の方にも幅広くご意見をお聞きした上でこの事業が魅力あるものとなるよう具体化に向けて取り組んでまいりたいと考えております説明につきましては以上でございますよろしくお願いいたします それでは最後に土屋連合長お願いいたします。本日は皆様方におかれましてはご多忙のところあるいはお仕事のお疲れのところです、ね、説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。 限られた時間の中でございまして先ほど、司会の方にも触れましたがご意見等、まだまだあろうと思いますのでそういうい皆様にとりましては電話あるいはメール等で,ですね、問い合わせを一していただければありがたく思っております資源循環型施設の施設基本法計画そしてまた周辺の整備事業につきまして本日説明をさせていただきました。 安心安全な施設を最優先としながら地域のまちづくりに取り組むという日本柱で進めております地元の皆様をはじめそしてまた本日は全域の皆様でございますがこれからもです、ね、定期的な話し合いを持ちながらしっかりと計画を策定し取り組んでまいります 施設周辺事業につきましては、幅広い住民の皆様が利用できる、あるいは交流ができるような資源循環型施設建設をこの契機にしまして、まちづくりに取り組んでまいります、また、それぞれ関係する地元の皆様にも生活課題等もございますので、それにつきましても、丁寧に対応してまいりたいと考えております。えー 上田地域広域連合、そしてまた上田市のま最優先課題だということであります。この資源循環な施設の建設につきましては、地元の皆様、はじめ市民の皆様のご理解ご協力をいただきながら、着実に進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。また冒頭申し上げましたが、この施設につきましては、ま現在の区、 ごみ処理収集もそうですが、自分のこととして、ですねまた皆様方、お一人お一人が関心を持っていただくことが大事だと思います。今日の状況につきましても、さらに深めていかなければならないことがあると思いますので、またお問い合わせ等を含めてお寄せいただければと思っております。えー 宇田広域のとりましても住民の皆様そしてまた市民の皆様にとりましても大切な施設建設に向けて着実に私たちも進んでまいりますどうか皆様と一緒にですね心合わせをしながら進めてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします本日は誠にありがとうございました